はい、どうもこんにちは、コウスケでございます。今回ですね、シン・ハルクのドラマに関する選手法がいろいろ溜まってきましたので、今回ですね、一気にご紹介したいと思います。さあ、 MCU のねフェーズ4でドラマ化がね決定しているシーハルクでございます。まあシーハルクね、あのハルクに関してはユニバーサルがね権利を持っているため、まあ、なかなか単独映画とかね難しかったんですけれども、シーハルクに関してはそのユニバーサルとかじゃなくディズニーが権利を持ってるんですね。そこら辺の権利情報はいまいちよくわかりませんけれども、なんかね、でもハルクに関してもなんかそのユニバーサルからの権利が戻ってきたみたいな情報もありまして、今ねちょっといろいろシーハルク、ハルクに関するね権利問題っていうのはいろいろね錯綜してるんですけれども、今回ですねシーハルクのドラマに関するですね、すでにキャスティング選考がですね進んでいるとの情報でございます。でね、ディズニーはですね、主人公であるジェニファー・ウォルターズをですね、描くためにですね、特定の人種をね、特に、決定してないと。まあ、どんなね、白人だろうが黒人だろうが別に、黄色人種だろうが特に関係なくですね、様々な人種の26歳から34歳の女性をですね、現在、探しているということでございます。原作コミック同様ですね、サベージ・ハルクの第1号で登場したようにですね、いとこのブルース・バナーがですね、輸血された際にですね、ガンマ線をですね、ビターその血をねもらって、シーハルク、ハルクへと変化するっていうね設定に関してはコミック同様のストーリーとなるらしいです。なので、まあ、シーハルク誕生にはですね結局あのブルースバナーハルクがですね必要となるとのことなので、マーク・ラファローがですね今後、シーハルクに登場する可能性がかなり高いということでございます。ただしマーク・ラファローに関しては、今後ね MCU の中でブルースバナーがどう役割をですね果たすのか未だわからないけれども、復帰できるなら復帰したいみたいな話もね、出ていたので、まあね、その契約情報なりいろいろ進んでいるのであれば、MC のシーハルクの方に登場する可能性が十分高いと。でね、一番最も興味深いのはですね、キャスティングの説明の中に、シーハルクの設定として、未来のアベンジャーズの一人という風に設定されているらしく、今後ですね、MC の中でニューアベンジャーズなのか普通のアベンジャーズのね新しいチームなのか分かりませんけども、まあ、今後の MC にですねアベンジャーズチームがですね復活する可能性が十分に高いという風にされています。シーハルクはですね現在のコミックの中で、まあ、アベンジャーズの一員として、ね、活躍しているため、まあ、なんだね違和感はないんですけれども、今後ねハルクが、まあ、腕を怪我してしまってるっていうところもありますのでね、まあ、マーク・ラファローの、ね、年齢も考えて、まあね、いつまで、ね、このハルクを演じられるかっていうのもなかなか、ね、難しいと思いますので、まあ、世代交代という意味でもですね今後ねシーハルクがアベンジャーズの一員として活躍する方向性でいってるということでございます。さらにですね、このシーハルクにレッドハルクの登場も、検討されているということで、今後ね、ウィリアム・ハートを演じるサンダーボルト・ロス将軍がですね、このシーハルクの中に登場する可能性が十分に高いと。ウィリアム・ハートはですね、MCU の中の米国国務長官としてね、インクレディブル・ハルクから登場して、シビル・ウォーで復活して、そしてアベンジャーズのインフィニティ・ウォーかな、にちょろっとね、登場した後にですね、今後、ブラック・ウィドウのね、単独映画の中に登場すると、いうことで、ブラックウィドウに登場するウィリアム・ハートがですね、ちょっと若返ってる。ブラックウィドウでの役割もですね、ちょっと気になるところではあるんですけども、まあ、そんなね、サンダーボルト・ロスがですね、今後レッド・ハルクとして登場すると、ね、ストーリーも検討されてるらしいです。まあ、ただね、ウィリアム・ハートに関しては、撮影現場で撮影されたそのパパラッチ画像にですね、杖をついて歩いてるっていうね、様子が目撃されたこともあって、まあ、なかなかね、今後、VFX、CGI とかでね、加工したとしてもね、演じる側の、俳優さんがね、そこまで行ってると、なかなかね、レッドハルクとして登場するのは難しいと思うんですけどね、まあ、そこに関してもマーク・ラファローと同じく、まあそのね、年齢というところも考えて、別の、ね、人物がレッドハルクになる可能性も十分に高いと。さあ、シーハルクに関する情報も、ね、どんどん出てきております、まあ、今後、ね、続報何かありましたら、ね、こちらのチャンネルでご紹介したいと思います。この動画面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。以上、コウスケでございました。